鳥さん、人間の手によって1羽ずつ怪しい穴に入れられてしまう。ピヨピヨで草。3匹目口開けてていいな。この状態から大きくならなかったら可愛いけど成長したら不愛想な毛玉になるんやろ。こうなる。フクロウ？穴掘りフクロウなんているのか。みんなスタスタと暗闇に突っ込んでくのな。人工的に作った巣穴なんやろけど餌やりとかどうするんやろ。とことこ入っていくのがかわよい。かわよ。怖いけど動けないんやな。指さしたら行くの偉いな。会社でのワイで草。3匹目だけ最初からアホ面なの草。ほわ。情けない顔してるな。フクロウに資格などない。フクロウ式ジンバル。これも好き。イタオの嫁みたいな動きやな。鳥さんライン通話をしてしまう。かわよ。すげえな、最後のプルルンのところも再現してるやん。ことみたいな音だな。通話してないやん。かわいい。着信放置しまくったんか。人カスの呪文唱えたろ。賢い。愛の手まで入れててかわよ。かわよ。めっちゃ驚いてる。いいお客さんやないか。鳥はトイレ覚えんからな。それさえなければいいのに。まあ危機管理上の問題やからしゃあない。早朝謎の鳥。ほう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 。昼間は何してんの。謎タイミングで泣きやめるの好き。実はあのタイミングで一周という風潮。むささささ。ドバと定期。犯人こいつか。田舎にしかいない鳥。ほっこうほっこうほ。やろ。キジバト定期。親鳥に甘やかされまくって育ったひな鳥、アホすぎてビッパーみたいになる。自分で捕まえる方法がわからんのか。口開けたら入ると思ってんのか。子同士鳥。これ人間が育てたんじゃないのか。ワーム早くね。小鳥、社会が悪い。こういう子は見捨てて死ぬしかないんだ。お前ら、聞いてるか？これもう死ぬんじゃね。可愛いけどこの後生きてけなさそう。俺やん。その点、カラスって賢いな。カラスは考えるって番組あったな。ワイの方がもっと早く取れるわ。返し作っとるやん。最後落としたの草。ワイだったら落としとらんわ。やっぱ所詮鳥の知能やな。他の鳥が楽しないようにわざとや。カラスの頭の良さって。チンパンジーの次くらいあったか。小学生、タコ、カラス、ゴリラ、チンパン。ゴミさえ荒らさなかったら可愛くて人気出るだろうに。外鳥と人間様の格の違い。カラスはこれ楽しいんか？賢すぎて草。カラス飼ってる人間いそうや。鳥獣保護法あるけど時期によっては飼えるんやろ。熟しすぎた木の実を食べてよっとらって寝ちゃう鳥さんたちかわいい。暖冬で一度凍った木の実が解凍されると発酵してお酒になってしまい鳥たちが寝ちゃうんだそうだ。ムクドリか。バカすぎはロタ。いたずらし放題か。花見の時のお前ら。多すぎはロタ。キレンジャクっていう鳥や。普段は器用に枝とかに捕まって寝てるのに酔っ払って立ってられなくなったのかな。これ進化しないの？寝た鳥は全員死ぬから経験値継承できないのか？全員死んでたら熟した木の実を嫌う個体だけが残って嫌う方向に進化するはずだから案外大したことにはなってないんじゃね。毒やろこんなん。オウム、クソしょうもないことで喜ぶ。かわよ。こいつより強いアピール。若気本性インコかな？かわいい。パヤヤパヤヤ。褒めて褒めて。鳥さんって賢いのにアホっぽくて好きやわ。こいつら東京行けば取り放題やろ。ワイでもできるわ。相撲かな。ちゃんとカメラ向いて喜ぶのな。小さい手があれば人類と争えてたやろな。ワイより世界に愛されてそう。
知能高すぎうち。インコってカラスより賢いんか？このインコは都会でカラスとバトってるぞ。オウムって煽り性能高いな。ハト、足を伸ばすとクッソキモい生物だった。キモい。ワイの方が足長い。ゾロガリアン。首もおかしい。サイレントヒルにこんなんいたな。シュルレアリズムの絵画に出てきそう。スキニー履いたおっさん。下だけスーツ脱いだおっさん。恐竜もこんなに感じなんやろな。アヒルさん、爆笑する。楽しそう。さ。腹痛い。あっはは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 。ジョーカー2の予告らしいで。今年初めて笑ったわ。本人降臨したみらん。フィールグッドエンステーキ。ムスカかな？ええな。プレデター。ジョーカーやん。かわよ。振られて笑っちゃう。崖の上のヒナ、餌を求めて100メートルダイブ。カオジロガンという鳥でグリーランド海の島々に生息しています。外敵からヒナを守るために高い崖の上に巣を作ります。このように生後間もなく飛び降りるのは先祖代々続けられ、DNA に組み込まれているためです。人間の赤ちゃんも皮下脂肪が多いように、鳥のヒナも脂肪が多くその上、柔らかい羽毛で覆われているので見た目よりは丈夫です。生まれてすぐのヒナが、命がけの試練に直面する。時に、高さ100メートルもある断崖絶壁を飛び降りなければならない。孵化してからわずか24時間で、ヒナは草を食べるために巣を離れる必要がある。カオジロガンには、親が子に餌を与える習性はない。生きとった。えぐい音してるのに生きてるんか。外国のドキュメンタリーは音を後乗せしてることが多い。軽くてモフモフやからそこまでダメージない。生まれて即巣立ちとかハードすぎるやろ。はい、すごい。すかした顔しとるやん。嘘だろひなちゃん。毛深いデブなら同じことできるんか。ワイでもギリ無理かも。おしゃれなハトさん発見される。鶏だしとカツオだしが一度に取れそう。ちゃんと飛べるんか。普通にキモい。こういうババアおるよな。誰か塗ったやろ。妖怪アンテナあるやん。島かと思ったらハトだたた。こいつら全部ハトなんか。なんかハトってイメージ一種類しかなかったわ。超でかいハト、現る。怖すぎやろ。爆撃機に飛び込んだ鳥さん、こっぱみじんにされてしまう。文字通り粉々やな。鳥さんかわいそう。バードストライクってマジで怖い。鳥一匹巻き込むだけでも墜落の危険性がある。あの血しぶきは地上に降ってくるんかな。全部大気圏で燃え尽きるで。飛行機の高度で燃え尽きるもんなん。エンジンに吸い込まれてるんか。ハエスっぽい。鳥さん、スケボーで遊べる。すごい。生きてて草。かわいい。キリ。落ちても飛べるのはずるい。転けずに飛べる神。文鳥の走り方草。文鳥ヒナの時から買ったことあるけど人懐っこすぎて大変やぞ。どう大変なんや。人懐っこすぎる。離れてくれない。美女さん、鳥に食べ物を取られてしまう。下へ。向かい下はちょっと。これ何食おうとしてんの。イカ焼き。ニシンの酢漬けやろ。オランダかどこかの名物。魚のマリネちゃうかな。なんだこの鳥は。カモメか。オオカモメかな。基本海鳥は超悪敷きや視聴坊や見た目の白いカラスみたいなもんや。タコかと思ったけど、人でか？こんなん食うんか。小さい鳥まで食っとる。やばすぎない？砂浜でバーベキューやった時にはイワミーアキャットのオスぐらいずっと上空を睨んでたわ。子供がコンロ近くで肉食ってるとチャンスだと思うのかめちゃ近くまで飛んでくる。どんな生物だよ。雨が降った日のフクロウがやばい。
お前らの想像する10倍はやばい。10倍は言い過ぎやわ。100倍やわ。本気でやそう。フクロウは水浴び好きだからな。日村さん。怖いわ。弱者男性感。なんかこんなキャラおったな。ファービー？懐かしすぎて草。長老感ある。ジブリっぽい。カラス、おったくはいドローンやんけ。攻撃したろ。悲しい。護衛戦断方式にしろ。これカラスが学習したらやばいやろ。だよな。社会問題になりそう。カラス駆逐すれば解決やろ。もうタクトンおるやん。ドローンくん迫真の悲鳴。荷物ドロップしとるやん。戦時中みたいな空になりそう。やられたドローンは救助せずに見捨てるんやね。食べ物はカラスに荒らされるな。アイテム落としとるけどええんか？言い訳ないやろ弁償や。カラス、くるみ買ったいなぁ。せや。かわよ。ジェイミンより賢い。律儀に青信号を渡るカラスおるよなぁ。あいつら運転免許くらいは取れそう。飛べよ。窓の外にかっこいい鳥が来てたんだが。何者？かっけえ。ハゲタカだろ。ハゲワシ。ハゲ。おもろい。身ごもってるんやな。光物気になったんやろな。すげえな。ハゲワシ。芸術的なハゲタカ。盗撮ハゲワシ。太りすぎやろこの鳥。ちょっと草。ハゲタカスマホ鳥やん。スマホ使う鳥。ハゲしかおらん。鳥、窓の中にハゲがおるんやが。